下腹が気になるよーって方、いろんな腹筋してもなぜか下腹に効かない、安心してください。今回はアグラレイズという簡単でしかもたった20秒で下腹にしっかり効くやり方を紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、アグラレイズという下腹にしっかり効く腹筋方法を紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで今まで効きにくかったお腹に簡単に効かすことができます。今回特別初級、中級、上級と3種目各20秒ずつ紹介していきます。腹筋をしっかり効かすポイントとしては、お腹の締まった状態を作ってから動く、骨盤を立てる、腰を丸める、この3つがポイントです。まずその3つを行いやすくするために10秒間ほどストレッチを行っていきましょう。スマートフォンを持ったままでいいです。まずあぐらを組みます。そしたらあぐら組んだ間に手を入れて足を抱えてください。これでしっかりお尻と腰のストレッチを行います。スマートフォンを持ったままでいいです。それではいきます。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、足入れ替えます、抱えます、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。次にアグラレイズを行っていきます。まずは上級編です。もし上級編できなかった方は途中で休んでもいいです。今回はスマートフォン持ったまま行いますので手に取ってください。はい、そしたらあぐらを組んだ状態で足を上げて、足を上の足で下に押さえる感じです。下の足は上に上げる感じです。これで上体を起こして、これでキープだけです。スマートフォン持ったままです。これで息をしっかりふーっと吐きながらお腹をどんどんへこませてください。そして足はしっかり押さえることで下腹にしっかり効きます。そして押さえることで上体も起こしやすくなります。これでお腹が締まった状態作れるのですごくお腹に効きます。片足10秒ずつ行っていきます。息は長く吐いてください。それではスマートフォン持ったままいきます。3、2、1、5、しっかりお腹をへこませていって、足でしっかり押さえて、息は長く吐いて、足入れ替えます。頑張って、お腹に効いてる効いてる効いてる、うまくできてますよ、あと少し。 OK、 次に中級編です。今ので上体起こせれなかったよって方はね、上体寝たままです。あぐらを組んで足を動かしていきます。できるだけ足はしっかり伸ばして、足で押さえてその足を動かします。あぐらを組むことで骨盤が立てられるので下腹に効きやすくなります。各足10秒やっていきます。上半身は寝たままです。それではいきます。3、2、1、5、魔法を見ながらでいいです。腰が浮かないように頑張って、息しっかり吐いて、はい、足入れ替えます。お腹をしっかり引っ込めて、あと少し。 OK、 そのまま初級編です。同じようにあぐらを組んで膝を曲げたままです。このまま足を床につく手前でまた上げます。これはしっかり膝をグッと抱えてください。お腹をへこませながらおへそ自分の顔に向ける感じです。いきます。3、2、1、5、お腹をしっかり引っ込めて、息しっかり吐いて、よっしゃ、反対、しっかり足で押さえて、もう少し。 OK、 アグラレイズ
お疲れ様でした。あぐらを組むことでお腹をへこませやすくなって、骨盤が立てやすくなるので、お腹に力入ったままで足を動かします。なのでしっかりお腹にね効きやすかったと思います。もしちょっと物足りないなって方はですね、説明欄に時間貼ってますから、何度もねその時間をしたらスタートそこからできます。ぜひ2セット3セット頑張ってください。でお腹っていうのはしっかりね自分でお腹を力入れて効かす感じっていうのがとても大切です。お腹にやはり力入れずに動いてもやはりお腹に効きにくいですし、とにかくお腹にぐーっと力入れたままで、そこからさらにキュッキュッて動くことで腹筋が早く疲れますので、お腹に効きにくいよっていう方ね、よくコメント来るんですけども、お腹にもっと力をね入れてみて腹筋の動きをやってみてください。そしてお腹の力を入れる戻るっていうことを繰り返すと思うんですけど、戻る時もお腹の力をポンと抜くんじゃなくって、お腹の力が入ったままゆっくり戻ってください。要するに力を入れる抜くっていうことよりも、力が入ったまま戻る、また入れる、力入ったまま戻るっていう方が2倍効きますから、戻ることもねしっかりゆっくり大切に筋肉に効く意識を持って行ってみてください。今回頑張ってみた方、よかったらグッドボタン、コメント、そしてねこれからこのエクササイズ継続するよって方はウエスト測ってみてください。おへその下あたりをね一周測ってみて継続してみてください。その経過というのはできれば YouTube のコメント、 Twitter などで教えてください。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンクのフォローもしておいてください。そちらではまた別の方法で配信してます。よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。